で、訴えるでしょ俺は。それぞれ森ちゃんを。訴えました。訴状が届きます。いや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 、待ってよ、ゆいがさん待ってよ、ちょっと、訴えられるのは私じゃなく、私のがもっとひどくいことされてんでしょ、俺、あんた、私、あんたのこと訴えるから、これ反訴。あなたが、あなたに、ね、あなたが訴えてきてるけど、あなたが私に、あなたが私にした、私があなたにしたことより、私はあなたにもっとされてるからひどいこと、私が訴えるよ、反訴。うん。これが。うん。これです。うん。あ、裁判終わったろ。うん。だから言ったろ。なんか俺間違ってた？ねえねえ、第一回口頭弁論ってすぐ終わるよって。言わなかった俺。15分から30分ぐらいで終わるよって。やった？終わったでしょ。以上です。で、第二回は何？ 9 月の末。ほら！第二回が指定されたじゃん。ね？僕が欠席したにもかかわらず第二回は開かれるでしょ？本来、これは答弁書を書かなければ、第1回で決心です。はい。相手の訴えを認めたってことで、裁判を放棄ってことで、終わりなんだよ。はい。以上。答弁書がひどかったらしい。答弁書がひどいというのは、原告側の言い分だから。ドナルド・トランプいらっしゃい。慎吾、答弁書の意味って分かってる？分かってないんだろうな。バカだから。ごめんな。あの、金杯ぐらいのレベルのリスナーさんだとレベルが低いので、ちょっと教えてあげるね。答弁書って、簡単に言うとだよ。その事実について認めて、全部、全額払えますよ。もしくは、それを全部もう、反論することは何もありませんってことか。反論することが一つでもあるのか、それだけなんです。一つでもあれば、もうそれだけでいいの。それだけで争う姿勢になるの。慎吾君、わかる？うん。だから、あそこに長文を書けば終わりなんだよ、そこで。第2回から、証拠、お互い証拠から。まあ僕が証拠を出すことはあまりないけど、あちら側が証拠を出す。本当に。いや、あれだな、やっぱ僕が年を取ったのもあるけど、やっぱ僕の経験って無駄じゃなかったんだなと思うわ。無駄じゃなかったんだな、こういう時だけに生きる。よっさんが偽造通貨行使で捕まった時、新やっちょが、何度か捕まった時、全部僕は正解を当ててきたので、それを考えると、やっぱり自分のことでも、そこそこできるんだな。ただ第2回も俺裁判出ないからね。第2回も裁判出ないよ。はっきり言っとく。なんか金杯さんが、なんか見当違いで、ね、裁判に行かないって言って、みんな配信者とか、ね、来させなくして、実は行くんだよ、あいつは、とか言ってたけど、全然見当違い。最初から行かないって言ってるじゃん、俺。最初から。第2回も行きません。第3回も行きません。ちなみに多分裁判は10回ぐらい行われると思います。今回の件については。はい。10回ぐらい。相手もね、和解をしてないって言ってるので、言ってるらしいんですよ。なんで、僕も別に和解するつもりないですよ。基本的に。まあ、どっちかが俺らはわかんないけど、めんどくさけりゃ。ただ、金額が高けりゃ俺は別に和解するつもりないよ。俺が被告だからって言って俺が悪いとは限ったことじゃないんだから、民事ってのは。刑事事件と違うところなので。まあいいんじゃね。いやー、ちょろいちょろい。でもこういう時だけね、こうやってね、一気に人が来たりとか、くだらねえなと思うよ、本当に。赤髪来たらどうすんの？何赤髪来たらって。何の？みゆき。何赤髪って。
赤髪って何？じゃあ第2回は分かったよ。じゃあ第2回はじゃあね、第2回は 第2回はね、裁判所の前原付で通るよ。じゃあ分かったよ。赤髪強制出廷、赤髪強制出廷で、何？ミュウツーが見てきた内容を言っている徳島への逃走の恐れありなので、次回は赤髪強制出廷で話が進んだこと。だから、それは俺が出なくていいんだよ、別に。代理人が出ればいいの、バカ。強制出廷って、ね、裁判所が出廷してくださいね、代理人が出ればいいだけだから、僕が出なくていいんだよ。その強制出廷っていうのは、あくまでね、誰かが出てくださいよって出ないこともできるから、出なかったことで不利に進むわけよ。じゃあ俺が出なくちゃいけないかって、それ効力はないんだよ。民事には代理人が出れば済むことだから。勉強した方がいいよ。それをね、相手側がいくら言ったところで、僕は代理人を立てて代理人が出廷してもらえばいいの。何のための代理人なの？代理人というのは僕と変わらないんだぞ。だから僕が出廷しなくちゃいけないってことはないんですよ。勉強した方がいいかもなぁ。二級クロップいらっしゃい。深夜っちゃダメ。弁護士じゃないので。ポンちゃんいらっしゃい。あと、徳島に逃走の恐れがあるとか、見当違いで俺24日から徳島行くのに、徳島の逃走の恐れがありって、刑事事件ならばこれ通用するよ。刑事事件ならば、逃走の恐れがあるから、ね、拘束したりとかするってことはできるけど、ね、どこの世界に民事で拘束能力もないのに、ね、強制的に裁判に出廷させる、できるわけがないじゃん。強制力がないんだから。俺が裁判に出ない。代理人を立てないで裁判に出ないってこともできるんだから。まあそうすると、負けが確定したりとか、もしくは、不利に働くけど。手持ちアナビあると。不利に働く。ちなみに民事裁判別に僕が逃走しても問題ないけどね。いや、問題がないんだよ。なんで逃走しちゃいけないの、俺は。僕は犯罪者ではないんだよな。この民事裁判負けたところで僕は犯罪者ではない。なので、逃走もクソもねえんだよ。民事と刑事事件の違いを分かってないのかな。まあ逃げとこもあるよね。でも法改正がされるからな。いや、逃走の恐れがあるというなら、じゃあ第2回なおさらあれだよね。やっぱ埼玉のね、埼玉の裁判所前原付で走るしかねえよな。間違いなく第2回は。じゃあね、みんな逃走する人間は絶対その場所から離れるわけじゃん。逃走するんだから。じゃあ近くを走るしかないよね。そうすればね、ぐる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 何周かすれば、まあ、僕いますよっていうアピールになる、一応。徳島の逃走の恐れ？初めて聞いたよな。民事で。チップいらっしゃい。何のために代理人がいるのか分かってないんだろうな。まあ、第2回も出ません。俺はね、代理人は出なくちゃまずいけど、不利になっちゃうから。第3回があるとするならば第3回も。銀行いらっしゃい。月会社は24日やります。はい。徳島に24日から逃走しますよ。24日からね。まあ、5日間ぐらいかかるかな、一応。なんで徳島なのかはね、僕の放送、普段の放送見てください。別にね、初見さんとか俺の放送普段見てない人は別に関係ないと思うんで。逃げ切るんだぞ。その前に帰っちゃう。帰ってきたの。25日。25日に帰ってくるので。あ、25じゃないや。20、一応予定は29日に帰ってくる。
とさ、そのさ、金杯とか、ランハゲはさ、まあ、会ったことはあるんだよ。会ったことあるの。あの、何？ミュウツー？あの、どこのさ、馬の骨かわかんねえけど、お前なんか関わったこともねえっすな。お前なんかちょっとさ、俺がふわってで配信やる前にちょっとコラボじゃないけど、そうやって突したりとかそういうのこうやって電話みたいのしたことはあるけど、お前なんか全く関係ねえんだから、どこの馬の骨かわかんねえやつ来んなよ、バカ。あとなんだっけ？何？ランハゲと金杯？もうどちらも俺にさ、ぶちめられた人間だろ、お前。お前らさ、やっかみがひでえよ、本当に。何？そんな恨み持ってんの？俺がぶっ飛ばしてさ。本当に、めんどくせえ、妖怪ぬらりひょんと、何？なんっけ？月面魚雷みたいなさ、顔したさ、月面着陸したみたいなさ。オレンジいらっしゃい。関係ねえ人間出てくんじゃねえよ、いち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 。あとはな、明るくてめえ許さねえからな、本当に。あ、手持ち花火ありがとう。ミュウツーとか何様だよ、バカ。馬が。関係ねえだろ、あんなの。ミュウツーなんか。まあ、金杯たちも関係ねえけどさ。ミュウツーは過疎なの、相変わらず。ランハゲ泊まりできてた。大好きなんだろうな、もうな。特別の、つうか、ミュウツーとか何？あ、花火やると。ミュウツーとか、便乗中が知ったかで物事言ってるけど。え、でも、ミュウツーとか知ったかで物事言ってるならば、あなたら、今現地にいないと思うけど、もし賢い人間ならば、第一回の口頭弁論なんて、行く必要がないのはね、ほとんどの人間が行かない、被告側は行かないのは、そんな知識は持ってるはずだから、お前ら今日裁判に行ってる人間って、何の知識もないの、自分ら知識がないですよってのをひけらかしてるだけのような気がするんだけど、間違ってる？だって僕が出ないって言ってるのにかかわらず、行く意味ってないじゃん、全くもって。たった10分とか15分ぐらいで終わる裁判を、行く意味ないじゃん。なのに行ったって、自分ら知識ないですよ、バカですよ。だって俺が行くから、ね、あいつらって集まったんでしょ。でも僕がいな、ね、僕が行かなくてもいいってのが分かってるんだったら、行く必要がないのに、自分らで、はい、僕らばっかでーすって言ってんでしょ。そういうことでしょ。間違ってるなんか。あ、特別花火師ありがとうね。簡単なだけ。本名確認？ポポコ、バカじゃないの？本名なんて、俺の本名なんて、ね、俺の講座をね、聞いた人はみんな知ってるよ。知ってる知ってるみんな。みんな知ってるよ。確認もクソもないよ。バカなんじゃないの？そんなもん何の痛みもないじゃん。子供じゃないんだからさ。だからアホすぎんだろ。俺9年やってんぜ。自分で個人情報を言わないのは当たり前だよ。それは自分の身を守るためなんだよ。みんなが知ってようが知らないか関係ねえんだよ。不特定多数の前で自分が住所を言ったりとか名前を言うことはないんだよ。俺ここでそうだけど、自分の住所も言ったことないよ。八王子に住んでるようで言ったけど、詳しい住所を言ったこともないし、名前も言ったことがない。それは自分の個人情報を自分が管理して保護しているってことだよ。人から漏れる情報と自分から言う情報では違うわ。そんなこともわからんのか。賢い人間がいなくなっちまったな。配信してたら特定されるわな。そうだね。悪事働いたと聞いてきました。あ、帰っていいよ。なんだっけ、レベルが低い、知識教養がない、ね、社会経験があるかないかではなく、知識教養がない人間の放送に戻ってよろしいと思いますよ。すいませんね。